世界選手権の最終選考会のドローを行います。まずはじめに男子の抽選を行います。監督倉島さんお願いします。皆さんこんにちは。この大会はライオンカップ第24回卓球ジャパントップツェルです。で、県来年の2020世界選手権団体戦3大会の選考会でもあります。明日の初日、大会初日はその10名による選考会を行って、でそこで優勝すると世界選手権の内定が決まります。で敗れはするんですけども、その2位の選手も翌日の残り2名の世界ランキング上位2名の選手とのジャパントップ12準決勝決勝に臨んでもらうという流れになります。それでは、男子のドローを始めたいと思います。で最初にですね、水谷が、腰痛のため棄権しましたので、選考基準通りに選考会での第4位の選手を繰り上げて、出場することになります。なので世界ランキングで入れるんではなくて、選考基準に書いてある通り選考会での第4番目の選手を入れるというようになっています。お願いします。今から抽選する順番はワールドランキング順で、その後に選考基準、一次選考会の結果順で、最後に全日本学生順というような順番。そしてその2人の上位の方がドローを引いてください。まず、世界ランキング上位4番上位最上位の選手が森薗選手なので、1番に森薗選手が入ります。で次の5番目の世界ランキングの選手が陣選手なので、10番に陣選手が入ります。その次の5番、6番の世界ランキングは吉村兄弟なので、和弘の方が上です。なので和弘がドロー。5番と6番どっちもいいよ。右手か左手かすか、これ1と2じゃん。1と2で若い番号が、はい、だ1を引いたらこう、2を引いたらどうか。分かった、和弘。2ということは6が和弘ですね。で5番がマハリです。ありがとうございます。で次が、世界ランキングの8番目本来だったら8番目の宇田と水谷が棄権したので、1個そこがなくなるので、戸上選考会1位の戸上が上に繰り上がる。宇田と戸上で、4と84と7と7で、引くのは宇田です。4が1が出たら42だから7。これ1個ずれた。これちょっと分かりづらい。で戸上が4です。で続きまして3と8のドローです。3と8のドローは、選考会2位の平野と3位の吉山君、はい、で平野が1が出たら3で、2が出たら8です。何で右手か1ということは3が平野で、吉山が8で、最後選考会の4位木造りと、ちょっと待ってください、はい、
選考会4位の木造りと全日本学生チャンピオンの及川で選考会の方が優勢なので木造りが1が出たら2、2が出たら振り上げるのが嫌だ、聞いた？だから9が木造りで、2に及川です。はい、男子はこういう抽選です。はい、じゃあ馬場さん。はい、ありがとうございました。次女子の抽選を行います。はい、続きまして女子の抽選をさせていただきます。抽選ですので、5番と6番の番号の抽選になります。加藤選手と早田選手なので、加藤選手がこの数字を引いてもらって、1番が出たら5、6番が出たら、あ、2番が出たら6、審判長より競技場の注意を。新しいルールですが、
してルールはもうすでに皆さんにご承知の通りですので、試合が遅れさえしなければいつでも2人中以外はいつでもアドバイスができるというルールで行います。今年ラケットの件については、ラケットが使用に耐えられない程度に誤って破損した場合は別のラケットに切り替えて競技をしなければならないということになっています。ボールですが、ボールは高層機の DHS 後ろ40ミリを使います。すべて、マルチボールシステムで行います。それからすべて7ゲームマッチで行います。外国製のラケットで JTTA のマークをついていない、ラケットを使用する選手は、試合開始1時間前までに、私のところに来て、チェックを受けてください。ラケット検査についてですが、ラケット検査は全ての試合前にラケット検査を行います。したがって1日目の最初の試合と次の試合は4台すべて使う形になりますので時間が少しかかります。できるだけ早めに持ってきていただくとスムーズにいくというふうに思います。選手集合が試合開始時間予定時刻の20分前ということになりますから、できるだけその時間にしっかり来ていただくとその後がスムーズにということになると思います。マッチ前検査で不合格になった場合はそのラケットは審判長預かりになって、別のラケットで試合を行っていただくことになりますが、もし時間があってラケット検査が可能な時間があったら、試合前にラケット検査をもう一本の方を検査することが可能だ。もし時間がなければ試合後検査ということになります。試合の時刻に、試合前の集合の時刻に間に合わなかった場合はラケット検査は試合後検査ということになります。なお20分前に来なかった選手については、来た選手がユニフォームの優先権があるということで、後から来た選手については、間に合わなかった選手については、それと被らないものを選ばなければならないということになります。ラケット検査が試合後検査となって、そのラケットが不合格の場合、その試合は負けになります。希望によって、試合開始前までにラケットの自主検査を受けることはできます。この会議終了後30分、自主検査を受け付けます。から明日8時半から9時までの間、これも自主検査を受けることができます。続いて服装に関してですが、服装は上下とも JTTA の公認マークのついているものを着用する。同色系の服装による対戦を避けるために各試合色の異なった2種類以上のユニフォームを用意していただくと非常にスムーズにいくというふうに思います。これはまあ全日本なんかでもそうなんですが、結構ぶつかることがあるので、ぜひお願いをしたい。でさらにテレビマッチということもあるので、背中の色も考慮しなくてはいけない。だから前の色と後ろの色が違う場合にはその両方とダブらないもう一つということになるので、そういうことも含めて少し多めに持ってきていただくとスムーズかなというふうに思います。
競技用服装以外にサポーター、リストバンド、ヘアバンド、スパッツを着用できます。それらの着用物の上にメーカーロゴの表示がある場合には、日本卓球協会公認指定業者のものであるあればそれは OK ですが、そうでない場合には、いろんな形で隠さなければならない、あるいは裏返して、着用してもらうというふうなことになる可能性もあるということでお含みください。からアンダーシャツは競技用服装から大きくはみ出さないことを条件に着用することはできますが、そのアンダーシャツにメーカーロゴはついてはいけないという規定があります。次にタイムアウトですが、タイムアウトは、各マッチ1回1分間の休憩を取ることができるということで、その際に、いつも話題になるのは、タイムアウトを取ったのか取ってないのか審判がわからない時があるということなので、一応ルール上は審判の許可を得てタイムアウトを取るということになっているので、主審に必ず、T の字をかざして、これからタイムアウトを取りますという意思表示をして、ください。なんかちょっとこうでやりながら行くとかっていう選手がいますが、ぜひお願いしたいと思います。競技者とアドバイザーと医師が違っている場合がありますが、その場合は個人戦なので、競技者の医師が優先されます。ゼッケンは今大会の指定のものを使ってください。で最後に進行についてですが、できるだけタイムテーブルに沿って進行をしていく予定でいますが、試合の進行の加減で、例えば予定よりも早く試合を行うとか、テーブルを変更して試合を行うということも考えられます。でこれは最後の時間に、テレビのライブ中継があるということで、ライブはもう時間ピタッと始まらないとということも含めていろいろなことが考えられます。で、試合時間が早まるといっても15分以上は早めることはしません。でテーブルもコールエリアで、この試合は何テーブルと何テーブルに変更しましたというお知らせは必ずすることにしますので、指示されたらそのテーブルに入っていただけるというふうに思います。以上が私事前に用意したものですが、何かご質問があれば。それじゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。最後になりますが、この大会の冠スポンサーのライオンさんから選手1つ、コーチ1つの参加賞をいただいているので、ここを出る際に、選手2つ持って出るようにお願いします。でまた大会期間中何かわからないことあったら、一番練習会場の方にいるので伊藤まで何か、ご連絡あればお願いします。すいません、最後に、すいません、後ろから失礼します。この卓球協会のと申します。連絡として送らせていただいている一番最初のタイムテーブルと最新で送らせていただいたタイムテーブルがちょっと変更になってますので、その後、練習会場の方にプログラムを持ってきますので、それで明日の時間帯